こちゃんはほらっていう時にいつもフラって言ってますが、どうしてですか？気になって気になって夜も眠れないので教えてください。眠られへんの？ちゃんと寝てや、安らかに眠ってや。ちゃんとちっちゃい頃からね、多分フラやったと思うんですよね。自分でも気づいてなくてホラーっていう感じで言ってたんですよ。でもフラの方が言いやすくない？フラフラフラとホラ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 、そうと、フラ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 の方が早いでしょ。だからフラにしてます多分。1万についていったらこれをします。飛鳥画伯展示会。おい、かなた、わる食べれる。ダブル使い。なんでみんな笑うの？もういっぱい書くから、飛鳥画伯。楽しみにしててね。1万リツイートいったからね、これ、なんと、じゃじゃん、1万リツイート達成企画、かなたのお歌発表会。イエーイ。みんな、ちょっと恥ずかしいね。みんなに歌聞いてもらうの。内容がね、かなたがボイストレーニングの成果を披露、かなた自身が選んだおすすめの曲を歌いますっていうことでね。何歌うかみんな楽しみにしといて。ホワイトデー企画でね、1万リツイートいったら歌を歌うでね、3万リツイートいってね、マイチの絵描くって言って3万リツイートいったんですよ。イエーイ、みんなありがとう。じゃあね、何しよっかな。6枚いったら、じゃあタイちゃんの写真集出します。タイちゃんって知ってる？みんな、僕が描いたゴリラのタイちゃん。いらないとか言わんといて。1080円税抜きで売るかも。いや、みんな欲しくないやろ。欲しい？ねえ、これさっちゃんが前書いてくれたやつ、こんな感じ。多分理想はたっちゃん、たっちゃんちゃう、たえちゃんや。たえちゃんファースト写真集バナナ。欲しい？いいの？サイン会してって。いやいや、たえちゃんも多分ハードスケジュールやから来れるかわからんし。欲しい欲しいって。しかも1080円税抜き、ややこしい。みんな本当に6万リツイートまで頑張らなくていいからね。かなたが勝手に言ってるだけやから。6万人いったらゴリラのたえちゃんの写真集出す言うたのに、いけへんかった。6万人、たえちゃん写真集出したかったな、またお願いねみんな。って言ってるわ。みんなハッピーホワイトデー。これハッピーホワイトデー。アスカにつけらしたいんやけど、いいかな。つけてほしいよね。ほら、つけて言ってるから、はい、つけてな。え、それともこっちがいい？どっちがいい？アスカ、多分最初の配信でつけながら出てくると思います。これアスカクルージングルームようこそ。あ、かぶってない。さあ、何のことですか？ほら、ちゃんとアスカの絵がかぶってるやろ。いいやん、それで。ダメって。じゃあ、わかりました、つけます。いくよ、せーの。はい、みんな今ので写真撮れた？はーってきた。はーって。わかった。いくよ、もう一回。ゆっくりいくよ。せーの。うまいね。今がチャンス。どう？みんなもういい？はい、終わり。ちゃんとつけました。うわ、アスカ、もうデレ発動してるやん。いや、多分アスカのデレよね、これ。デレやんな。うわ、かわいい、アスカ。かわいいな、かわいくない。今日はみんな敵やな。